荒木停留場は、高知県高知市、高須荒木にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。荒木停留場が開業したのは1910年。土佐電、交通の前身土砂電機鉄道によって崩しまわし、西詰め停留場から加護停留場までの区間が、開通したのに合わせて設けられた停留場である。乗り場は2面あり、2本の線路を挟んで向かい合わせに、 配置される。線路の北側に五面町方面域のホーム、南に播磨や橋方面域のホームがある。播磨や橋方面は安全地帯となるホームが設置されるが、五面町方面は北を並走する道路上に白線で乗り場が示されるのみ。ABC 土佐電鉄の電車と街を愛する会、土佐電鉄が走る街根弱、JTB パブリッシング。 JTB キャンブックス、2006年、100.156から158ページ。ISBN4 から533064116。今尾圭介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN978 から4から10から79万29から6。上野宏人、土砂電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABC 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全廃線第二関四国西部エリア、高段車、図説日本の鉄道、2013年、37.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 ありがとうございます。